進む心臓は、日本の海軍軍人。日本海軍登場員として、順日本参加タパルトからの射出実験、また日本、サイパン間の往復飛行に成功し、後に巡職した、海軍中佐である、福岡県出身、豊津中学卒業、海軍兵学校48期。同期生に、上重徳、大石保、三野義遊らがいる。 1921年6月少尉任官、霞ヶ浦海軍航空隊航空実学生となり、操縦員として訓練を受ける。1928年、田中康史ミノルギシラが開発した火薬式型パルトによる射出実験は無人機によって成功し、また首が骨折しないことを人形、猿によって確認した。ついで人間が実際に登場して実験をすることになり、 進むは、志願したのである。15式水上偵察機に登場した進むは、実験を3回成功させ、続いて、松村健次郎隊員が2回成功させる。純日本産カタパルトの開発成功であった。翌年には15式飛行艇を指揮し、横須賀、サイパン間の往復飛行に、初めて成功している。2500回りの工程であり、容易ならぬ大飛行であった。 1932年12月1日調査へ進級。翌年2月8日、千葉県沖の島沖で夜間訓練中に殉職。小佐進級から2月余りであったが中佐に任じられた。進むの人柄は沈着親友であったという。航空関係の補足、ハット AB、大海軍を思う、海空軍の躍進、日本の海軍、海と、空、海軍中佐新心臓。 たにめいじの件、ありがとうございます。